皆様おはようございます。ここは JR 神戸駅の前になっております。こちらには阪神高速、では本日は、とある、バスに乗っていきたいと思いますので、皆さんにそちらをご紹介しましょう。向こうに行きたいと思います。本日乗車していくバスはポートループと言いまして、神戸市の方を通っていくバスになるんですけども、あっちか、あーなんか間違ってスロープの方行っちゃった。この神戸の停留所の方まで行きたいと思います。ちょうど向こうの方に見える交差点の奥の方にバス停がございます。ハーバーランドと書かれておりまして、こちら側に行きます。なんかレースみたいに一斉に出発していくのがめちゃくちゃ面白いんですけども、あ、名鉄って書いてある。あ、とりあえず上が高速道路、阪神高速みたいです。行きましょう。あの奥のあたりにバス停があるのかな。じゃあ早速行きましょう。神戸駅からは結構距離が離れてるみたいですよね。はい、ここがハーバーランドバスポートタワー前、ポートループ路線図、本日はこちらのやつに乗っていきます。今が16時49分ですから、次のは17時2分ですね。17時2分になるのか、で今いるのがここハーバーランドだから、これかな、あ、違う、これか、これがこう来てこう来てこう行ってくれるのかな。あ、じゃあどうしようかな、ポートタワー前まで行こうかな。まだ時間ありますよね。ポートタワー前だとギリギリ間に合わないのかなと思います。ということでね、ハーバーランドから乗ってとりあえず三宮まで行って、三宮からまたハーバーランド、いやポートタワーまで行くか、あ、まあ、あのそんぐらいで乗っていきましょう。運賃は大人210円、子供が110円、1日乗車券500円です。1日乗車券も元を取るほど乗る人がいるのかどうか分かりませんが、裏側にはこんな感じでハーバーランドポートタワー前と書かれております。さて、じゃあ17時2分までしばらく待ちましょうか。はい、現在時刻は16時53分で、17時2分の、まあ、やつなんですけど1分遅れてるそうです。すげえ、 Wi-Fi もついてるのこれ。まああんまり言うことがないけど、これはですね、カメラじゃなくてこの丸いところはあれですね、あのなんだっけ、あ、光、名前忘れたけど、光を感知する抵抗器でして、で例えば光が多く来ると抵抗が外れるとか、そんな感じのやつだったと思います。光抵抗器かな。はい、発光ダイオードと似たような意味を持っているそうです。まあ、一つ難点なのが、この JR 神戸駅からこのハーバーランド前って、ハーバーランドってものすごい離れてるの。確かにハーバーランドではあるけど、あちら側にモザイクがありまして、神戸駅はこちらに大体来るまでに5分ぐらいかかったかな。神戸駅から徒歩5分といった感じでしょうか。地下を通るともう少し早いのかもしれません。まあ、信号なんかの兼ね合いで5分ぐらいかかりそうです。そしてこのポートループはこの新規バスが運営しているバスになりますので、こちらにその他の運行系統というものが書いてありまして、さてやってきました。こちらがポートループのバスとなっております。よいしょ。お客様しばらくの間お待ちください。はい、皆様こんにちは。ここからは車内になるため家の中にいる鉄振りからお伝えしましょう。外観はこのようになっております。扉が開きますと、まず右側に IC カードリーダーがありまして、ここにタッチするという形になります。運賃は全部均一で210円というので、
どこからどこまででもですね、210円になります。さすが連接バスという感じで、とても長い、ものになるんですけども、今回は後ろ側、連接バスの後ろの車両に乗っていきたいと思います。車内広告なんかはね、あまりなくて、前の方に広告があるんですけど、17時2分になりましたので、このバスは発車します。最初に少しクイッと曲がる様子が見ることができますが、乗ってる時は普通のバスと、あまり変わりはありません。バスの揺れなどもね、そんなに大きくはなく、普通のバスに乗っているという感じです。このポートループというものは三宮駅から、臨海部のあたりを通りまして、神戸市の神戸駅のあたり、まで行くことができます。今回はハーバーランドから乗りましたから、ここから、東方面、三宮方面へと乗っていきたいと思います。ポートタワー前210円と書かれていますが、運賃は2つ、運賃の表示の部分が2つ設置されておりまして、一番前と、そしてこの車両の前のところとあります。この連接部はね、なんか立たない方がいいのかな、ここは立たないでくださいというものが書かれておりました。ではこんな風に乗っていても、あまりね、あまり面白くないんですけども、神戸市このポートループというのは2021年4月1日ですね、ですから、約1年もまだ経っていない、路線バスになります。三宮駅からウォーターフロント、臨海部の回遊性向上や、都市の魅力向上を目的に導入して計画していた連接バス、連なる節のバスとかって書いてありまして、このように曲がるときに、今右に曲がりましたけど、クイッと、曲がることができます。18メートルあるみたいですよ。現在速度は約30キロ。そしてですね、神戸市中心部、とウォーターフロント、例えばですね、ポートタワーなんかがある場所と、神戸駅、そして三宮駅のアクセスというのは、バスでもなかなか、なくてですね、歩いていくということが多かった、場合なんですけども、今回のこのバスの導入によってアクセスのあれが良くなったという感じですね。ですから普通のバスだと容量不足、今回ね、こう乗ってる時はあんまり人乗ってないんですけど、容量不足になると考えられていたために、連接バスを導入することになったということです。新交通システムはまあ過剰で、普通の路線バスでは容量不足と書かれていますが、ポートループという名前、連接バスとして登場しました。こちら側には神戸市の観光バス、こちらも路線バスです。今乗っているこの 車両ですね、後ろ側に乗っていますが、こちらがポートループというものになりまして、車種はイスズ自動車製の、エルガデュオということで、エルガというのはバスでも、かなり有名な車種になるんですけども、エルガデュオ、デュオというのはまあ2つという意味もありますから、2両の車体をつないだ全長約18メートルで、そしてですね、最大112人まで乗ることができます。ですから列車1両分ぐらいですかね、連接バスとなっております。再開発が、ね、進むこの辺りのアクセス向上と、またさらに賑わいの創出を目指し、新たな交通システムとして導入されましたと書かれておりますが、この場所にも、神戸の観光バスがたくさん止まっています。そしてこれは三宮、そしてハーバーランドを結びますポートループといいますから、回るのかと思いきや、まあ、回りはするんですけども、ぐるぐる回っているんですけども、双方向の移動はできませんが、くるくる回っていますので、そんなにですね、時間は少しかかりますが、このように曲がるときにすごいこうくねっといくので、見どころです。で、これ右側に来たんですけども、一番前ですね、今27キロ、26キロ、まあ大体30キロぐらいで推移しています。で、向こうに見えるのがハーバーランドを出て次の停留所、ポートループのポートタワー前となります。ポートループ、こちらは路線バスとしても、かなり停車駅が少ない、停車駅ではないですね、停留所が少ない路線バスになっております。
でですね、ここちょっと先行ったところにね、ぐるっと展開しますので、そこでもねぐるっとやっぱり連接バスならではのうねり感というものを見ることができると思いますが、早速見ていきましょう。こちら反対側に走っているとか通っている道路に、今からぐるっと回っていきますから、その様子をね、ぜひとも見ていただきたいなと思います。連接バスですから後ろの方が内輪差というものがかなり大きいと思われますので、最初少し左に振りまして、振りはしないのかな、あんまり振ってないね、ちょっと振ったかな。ぐるーっと回って、かなりこれ何度ぐらいになるんでしょうか。だいたい40度まではいかなくても30度ぐらいは傾いてますよね。そしてですね、まもなく到着する停留所、こちらにはポートタワーの周辺、川崎ワールドなんかが見えていますが、ポートタワー前となります。かなりね、動画では揺れがよく伝わっているんですけども、そんなに揺れはないです。そしてこちらがポートタワー前、たくさんの絵が描いてありますが、ポートタワー前となります。入り口は後ろ2箇所、そして出口が前1箇所となっております。場所的にはこんな感じですね。ちょっとインドがあるんですけど、だいたいさっきのがハーバーランドからちょっと右に行ったという感じですけど、いや、あちら側には、あれはですね、逆向きのやつです。逆向きのポートループでしたね。こちらは再び戻りまして、地図左側に見えるのがポートタワーですね。この赤い印のところがポートタワーになりまして、ポートタワーのすぐ麓という感じです。現在この撮影をした時にはポートタワー改修工事中でして、白い幕が張ってありましたが、はい、先ほどの席に戻りまして、また一番後ろかなに戻りまして見ていきたいと思います。後ろを見るとね、今度反対向きのバスを見ることができました。あちらはポートループ、ハーバーランド方面に行くポートループの土地となります。次は新港町ということで、運賃は一律210円となっております。三宮を出ますとね、これどこだ、新港前、それから新港町、ポートタワー前、ハーバーランドと泊まりまして、ハーバーランドを出るとポートタワー前、新港町、それから神戸ポートオアシス前、そして三宮駅前と、至るルートであります。なかなかこれ面白くてね、例えば一つ目の、バスですと、平日8時50分に三宮駅を出て神戸を経由してから三宮駅前にまた戻ってくるというルートなんですけど、こちらは、8時50分発、そして三宮駅に戻ってくるのが9時40分、なかなかね時間に余裕のあるダイヤとなっております。実質的に言うとですね、8時50分ですから、9時50分40分だから50分かかっていることになりますね。三宮神戸を往復するのに50分かかるバスということなんですけども、で地図を見ていきますと、こちら鳩場町と書かれていますが、現在この辺りにいます。ここからまた右に曲がって南下していくということになりますが、このバスはあくまでも、三宮そして神戸駅から、ポートタワーやハーバーランドのあるですね、ハーバーランドかポートタワーや新港町といった港に近い方面、海沿いの臨海部の場所の再開発などが行われてまして、そちらの方のアクセスを向上するためにできた路線でありますから、このようになっております。ですからね、このように折り返しというか曲がる姿も多く見ることができて、連接バスの特徴的な部分ともいえるものが垣間見ることができます。昔はこのポートループ、ここですね、ここを奥行くと三宮駅と書いてありますが、三宮に行くことができます。全長18メートル、追い越し注意とも書かれていますね。昔はこのポートループ、2021年の4月ですかね、に開業したんですけども、このポートループ1時間に1本でした。ですがね、去年の7月頃から1時間に4本、3本かな。そうですね、20分に1本のダイヤで走っております。そしてこちら新港町という場所になります。新港町、ポートタワー前、そしてハーバーランド、三宮駅前は、全ての
バスが停車しますが、島前とポートオアシス前は各方面しか止まらないということになります。向こうには新港町と書かれた反対方面の停留所に新規バスの高速バスですかね、絵が止まっているものが見ることができます。どうやらお客さんが乗っていますので、貸切バスかまた高速バスかといったところでありますが、発車していきましたね。三宮方面が向こう側です。扉が閉まりまして新港町を発車。新港町を出ると次はポートオアシス前。なんとですね、このポートループ信号などの時間帯によってもですね、ダイヤが上下することがありますので、1分遅れ、2分遅れなんかは簡単なもの。ということでですね、待機時間がすごい設けられているのも特徴です。サノニアホームに行くバスですが、約20分から30分ぐらいですね、時間がかかるのが難点ですね。そして間もなくですね、もう到着するのはポートオアシス前ということで、意外とここの間は早いと思われます。いろいろアナウンスが流れていますが、こちらカットしないで置いておきましょう。このようにですね、進んでいきまして、電車で言えばですね、三宮駅から神戸駅の間、 JR でいうと1駅、阪神電車でいうと2駅あります。高速神戸から神戸三宮といった形ですね。そこをそんなに早くは結ぶことはできませんが、三宮神戸の間から臨海部にアクセスする路線として活躍しております。そしてポートオアシス前をしばらく過ぎまして、実はポートオアシス前、止まってですね、扉が開くということはありませんでした。もう間もなくですね、三宮駅前となります。たくさんの高速バスが走っておりまして、こちら上の方を見ると三宮駅前210円と書かれております。全区間運賃は210円ですが、乗るときにタッチ、そして降りるときにもタッチする必要があります。 IC カードですとね、整理券などはございません。ですが降りるときに210円支払うという形ですね。そしてポートルートの醍醐味、カーブを曲がっていきまして三宮方面へと向かいますが、こちらは東西に走る、阪神高速3号神戸線の下のあたりを打っていきます。この辺りは最も、速度を出す区間といってもいいぐらいなんですけど、でもですね、30キロから40キロほど、そういうことになります。神戸市の中心部をノロノロと走りますが、アクセス向上のためというのはね、大人は210円、そして子供は110円ですね。ここを間もなくまっすぐ行きますと、前面展望、に変わりまして、右側に運転手さんいますが、上に通っている路線、こちらはハーバーランドではないね、三宮駅から南の方、神戸空港方面に向かうポートライナーとなっております。新交通システムですね。ちなみにポートループの1日乗車券は500円ということですが、これね、3回乗らないと元が取れないらしいですね。小学生は、110円ということで少し高いかな。まあでもですね、休日にこの利用するとですね、大人1人かな、大人1人につき子供2人までタダになるという制度がありますので、実質210円で3人乗ることができるということです。全国の共通交通系 IC カード、例えばイコカ、スイカ、パスモだったりが使えますし、新規バスのカードですかね、ニコパという IC カードも使うことができます。あと神戸市バスの普通定期券なども使うことができますね。そして新規バスのバスでありますから、新規バスの全線定期券もご利用になれますと書かれておりますね。ちなみにこのポートループ1日乗車券というのはですね、買い方が面白くて、Android 版、iOS 版とあるんですが、そちらからですね、アプリを入手してそこから、購入することができるそうです。なかなか面白いですね。そして上に通っているポートライナーの下をずっとくぐりまして、皆さん三宮駅に来たことがある方は分かりますが、三宮駅
からポートライナーのところ下に、行きますと、例えばラウンド1だってある、大きな通り沿いがあるんですけど、そちらの通り沿いになります。こちらが。そして奥に神戸市バスなどを見ることができますが、このバスは最後の、左カーブと言ってもいいカーブに差し掛かります。ここでカーブをして、前から見るカーブをね、なかなかこう大回りで走っていくので見物だと思います。そして信号が青になりまして、奥の方に見える左側に少し空いた場所、三宮駅前終点と言います、言っていますが、左前、この前の車が左方向に行っているんですが、そのあたり、バス停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 と、バスが10台ぐらい止まれそうな場所ですね。そちらにこのバス止まっていきます。ここがポートループの終点、三宮駅となります。三宮駅前ですね。JR 線であったり、阪神電車、阪急電車、それから神戸市地下鉄海岸線、そしてあれですね、神戸線か、なども、ありますね。京神山手線ですね。そして降りるときにタッチをし、着いたのがここ三宮駅前。こちらが伊豆自動車製のエルガデュオという車両になります。国産ですからね、なかなかないですね。ということで、この辺で三宮駅前到着ということで、めでたしめでたし、ちょっと見ていきましょうか。三宮駅前、はい、ということでポートループ乗ってまいりました。こちら連接バス、すごいですね。こんな感じになっております。こちらがポートループと書かれたロゴ、 Your link between the north 書かれています。そして新木バス、他のバスも走っていますが、別格でこの新木バスのこの連接バスは、ね、かっこいいなと思います。伊豆自動車製エルガ、他のバスと比べるとグラウンドにならないぐらい長いです。全長18メートルのすごい豪華さ。この港をイメージした青色と白色で統一されたこの車内、そして車外、車内は神戸と思わせるようなシートになっておりました。では本日はこのポートループ三宮駅前まで乗ってまいりました。意外とね、時間がかかるバスでしたね。はい、そして行き先はハーバーランド方面に変わりまして、このバスもまもなく発車というところでしょう。はい、ということで皆さん、ここまでポートループの動画ご視聴ありがとうございました。皆さんね、ぜひよかったらこちらのポートループぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。時間はかかりますが、なかなか新鮮な体験をすることができるバスだと思いましたね。この神戸の周辺ではこちらぐらいしか走っていないのですね、この連接バスは。奥にポートライナーなんかもありますが、合わせて乗っていただけたら、興味深いかなと思います。ではご視聴ありがとうございました。ポートループハーバーランド方面に発車していきます。その様子を見届けてこの動画を終わりにしたいと思います。では次の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。本日はポートループ伊豆製エルガデュオの車種のご紹介でした。